ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで前回の最後のなんかお化けに、え、ついてくる、めっちゃついてくるやん。女の子かな、なんかお団子頭みたいにも見えるよね。ちょっと待って、攻撃が飛んできた。ねえ、なんなん君、ねえ、なんなんで私取り憑かれたんやろ、どこで取り憑かれたんやろ、なんだかすごく不気味な。お家連れてって、入江のお家、入江のお家ってあっこ、あの空っぽの家あったよね、こっちに。ちょいと待ってね、よっ、ここ、ここ入って、僕の家。男の子なんや。あ、ごめんね、そういえば前に来てさ、私壺だけ割って去っていったわ。ここ自分で帰ってこいよ。どうしたの、懐かしの我が家って感じ。なんか喋れよなんか喋れよ、私動けないんだけど。懐かしい、変わってない。ふんふん。今思い出に浸ってるところなのね。君は誰なの。何か私に言うことは何、どうした、泣くな泣くな。なぜお亡くなりになったの君、寿命やられたの。もういい、お墓帰る、お墓連れてって。お墓、ちょっと待ってね、ん、どこだなんかちょっと、ちょっとなんていうんやろ、ん、あ、これや、これ、お花に囲まれた僕のお墓。結構なんかある気がするんやけど、いやー追いかけてこないでこれね、周りのは何、あのアジサイ、あ、笑顔になった、ありがとう、僕の宝物あげる、使って、バイバイ、かわいいちょっと不気味やったけど可愛く見えてきた。何、ん、瓶、妖精の瓶を手に入れた、中に妖精を入れよう。あ、これで、なるほどね、妖精を持ち歩き可能になったわけだ。やっと来たんかいご無沙汰じゃったの坊や、マウサの入れぬ深みよりナマズの大口に入られよ。マウサの入れぬ深み、ナマズの大口。風の魚は坊やが近づくにつれ目覚めに向かう、歩み続けなされ。うん、何言ってんのかよくわからんけどまあ、ナマズの大口、また新しいダンジョンかな。結局さっきのが誰かはわからないの。わざわざね、別の場所にこうやって埋葬されとるってことは、きっとなんかちょっと偉い人とかそういうのなんじゃないかと思うんやけど。イエーイはい、秘密の貝殻ゲットー。ちょっと待って、ゾンビが。ん、ここは行ったことあるところかな。あ、落ちてった。よっ。あ、あんなところに。ハートのかけら。よっ。あ、これ以上いけない。マジか。え、マジか。ちょっと待って。あれ、墓地の中にこんなところあった？ん？これは。どう行けばよろしい。ここジャンプできるってことか？これ多分爆弾で壊せるやつ。あー、落ちた落ちた落ちた。でもここジャンプでいけんか。ちょっと待って。よいしょ。よね。はっ。
あ、ここ普通にジャンプできるやん。何やってんだい。はい、これでハートのかけらゲットー。で、あとはここを押して。はい、オッケー。さてことで、あ、思いっきり墓地を爆発させるっていう嫌なやつ。あ、すぐ横やったんやね。なるほど。これめっちゃ頻繁に毎回使うんじゃない？さあ、これでマーサの入り江いきます。ナマズの大口に向かうって言ったっけ。あ、てかそこ行けるよね。行けるようになったよね。壁越しに攻撃が効くとか聞いてないんです。ここ絶対確実に何かある。お、やったー、秘密の貝殻を手に入れた。今貝殻どれぐらい、ちょっとやられそうなんですけど。痛い。やめてよ。よっ、ここ、ナマズのあの辺はどうやって行けるんでしょうか。わからないんだけど、どうやって行けるんでしょうか。どこに行けばいいかな。こっちは家しかなかったかな。とりあえずこっち行って、水の中に入れるよ。水の中に入れるようになったけん、でもこの辺全然ちょっと攻撃ができんっぽいけん、当たりそう。あ、ハートのかけらがある。待って、イエーイ。はい、ハートのかけらゲットんで、あ、あれや、ナマズの大口。ちょいと待って、あ、人魚がおる。あの石像のモデルになった。入り江で泳いでたら大切にしていたネックレスが波にさらわれちゃったの。見つけてくれたらね、私のあげる。え、なに、え、ネックレス、それはあれかな、泳ぎよったら見つかるやつかな。いってえわ。いってえわ、ふざけんなよ、おい。この橋の下に何かあるって言ったよね。なんか人がおるけど、あれよっ、もしかして船に上がれるとかそういうことかな。あ、君が持ってるのは釣り針ではないか。あ、そういえば持っとったっけ。それを私にくれんかね。何か釣れたら交換でどうだ。いいよ。ではプロの技というやつをしかと見ていなさい。プロのノージさん。お、これはでかいぞ。でかい、でかいぞ。釣り堀の店主。なるほど、それでプロか。そりゃあ。何？あ、これやない、ネックレス。釣り針がネックレスになってしまった。誰かの落とし物かな。人魚や。次は何が釣れるか本当に楽しみだよ。いや、あのプロならさ、魚を釣れよ、魚を。これは大きい。てか、どこにおったん、あのおじさん。人がおれるようなスペースないけど。ちょ、待って、めっちゃ攻撃されそう。あー、めっちゃ出てくるやん。ちょ、君、はい、それ私のネックレスよ。ねえねえ、返して、返してよ。そしたら私の体から一枚鱗を取らせてあげるから。鱗？こう。その鱗は、あ、え、一枚だけやん。どうしたん？この鱗がどうなるの？ネックレスを返して人魚の鱗を一枚取る。痛くないんかな？皮膚剥ぎよるもんじゃない。これは何に使うんだろう？何に使うの？教えろよ。見て。てか、なんやっけ、あっこにも行きたいんやけど、そこは行けないのかい。
どっかから上がって、どっから上がっていくんやろ、わからないあ、でもあのワニは、お、あの画家のワニはあの人魚が見え、まあ、見えるは見えるか交流があったってことよね。よいしょー。もうこれで中に入れる。ナマズの大口。結構小さそうな感じしたけど、ちゃんとダンジョンな。いや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 、怖い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 。やめていただきたいわ。あ、ここは入れるの？邪魔だな、君。あれ？入れないぞ。てか、中なんでこんなに砂だらけ？はい、ハート。痛い。これはこの子も倒さんといかんのかな？どうやって倒すんやろ？あ、後ろ？ちょっとお尻をこっちに向けていただけないかし、よいしょ。そういうことやん。よし、オッケー。あ、でもちょっとあっち側。ここ飛び越えれるんかな？飛び越えれんかったらいけんよね。待ってね。はっ。え、いけませんけど？全くいけませんけど、ちょっとびっくりなんですけど。とりあえず、はい、宝箱。あ、コンパス。ボスと宝の場所が。はっ。お尻。あー、怖い怖い怖い。そんなね、敵のお尻ばっかり追いかけよるけん。はっ。ここは別に全部倒す必要はないのかな。私に背後を見せたら危ない。違う、間違えた。あ、でもいつでも抜き出せるってことや。あ、入り口までワープする。へえ。そんなことができるのね。いいよ。助けて。助けて。え？待ってって。ほっ。うわ、めっちゃ普通に行けた。怖っ。鍵があるっぽい。にゃー、ほっ。痛い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 。よっ。はっ。はっ。はい。にゃー、骨ブーメラン飛ばすのやめてくれますか。あれ、どこに鍵があったの。この部屋にあるってことよね。あ、もしかして、こいつをやっつけたら出てくる。出てこんやん。え、ないね。奥？なんか、光る床っぽいのあるけど。光らない。なんだ？なんかこっちと似とる？ん？気のせいか？え？やっぱりこの部屋に鍵がある？え？なんなんやろ？全くわからねえぞ。この部屋はヒントじゃないんかな。でもあの二つだけ動かせるということに意味があるような気がするんだ。逆向きに動かしていくとか。まとめる。あ、やったー、鍵ー。この鍵はどこで必要になってくるやつかな。こっちか。ん？左の部屋は何も関係ないんかな。さあ帰りましょう。よいしょー。鍵が必要なところはここか。いててててて、まだ当たってもないけどはい、ゴーゴー。ここもなんだかいろいろ。ういー、こい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 。やめて。遠くからブーメランを飛ばさない。痛い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 。
ハハとハッ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 ニャーハッニャー、はい、オッケー。ハッ、一応この辺何もないの？ないね。ってことは左は？ウィー、なんか久々だね。ここももしかして動かない？ここは敵をやっつけるだけな感じか。二人ともお尻をこちらへ。にゃー、もうちょいこっち来てくれるかな。はい、お、あ、いたいた。とりあえず左行こう。よいしょ。あ、ここで爆弾がゲット。ウィーイ。あ、この部屋は別に爆弾以外何もないのかな。あ、お尻側じゃ、あ、お尻側じゃない、あ、鍵来た。え、鍵かな。いや、でも、痛い痛い痛い。鍵の音聞こえんかったよね。何？地図？あ、くちばし。石像のくちばしを見つけた。袋の石像を探そう。忘れてた。いやー、怖い怖い怖い。あ、あんなところに、ややん。うわ、なんか私弓は持ってないよね。もしかして弓矢いる、ここ。そういうパターン。初めての矢を拾った。でも弓がないと使えない。いや、それ、ほんとそれ、いるんじゃない？必要になってくるんじゃない？え、ちょっと待って、ここ。痛い！助けてー。ここ絶対飛び越えれんやつやん。どうやって飛び越えるんこれ。あ、絶対いけんやつやん。何かしら、なんか矢を使えば何かができるみたいなのが痛いよ、あるんじゃなかろうかと思うのだけれどね。多分ああいうところとか。にゃ、痛い。痛い。めっちゃめたにやられる。こっちは？あー、こっちは敵やっつけたらなんかいけるかな。あ、くちばし。痛い。くちばしっていうか、袋。ほんと？剣で倒せぬ骸骨剣士、崩れたところを爆破すべし。剣で倒せぬ骸骨戦士、そんなのがおる。あ、なんか。うぃー、中ボス来たー。なんであっこだけ光っとんやろ。光っとるっていうか色が違う。ちょっと待って、爆破？崩れたところを爆破すべしー。こういうことか。なるほど、剣で攻撃しても崩れるだけ。その崩れたところを、なんかだいぶ楽じゃない。だいぶ楽じゃない、こいつ倒すの。だ、あ、でも直前であれやね、回復スポットみたいな。あ、あ、この石とかいっぱい壊してたらいけたんかな。チェックショー、叶わねえや。ここはひとまず退散するぜ。喋るんか。ずっと中ボス喋らんやつばっかりやったけど、お前は喋るんか。やったー、宝箱。よいしょ。でも鍵じゃん、何？箱の中身は俺様がいただいた。欲しけりゃ捕まえてみな。マスタースカ、スタルフォン。さっきのやつ、そんな名前なんや。名前自体初めて知ったけど。え？なんなん？あっこで終わりのキャラじゃないの？そういう感じ。マスタースカルフォンどこ行ったよ。うえい、にゃー、待って、こっち、痛い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 、やめてくれる。え、戻らないで。姿が見えてなかった。えい、てい、そっち側にちょっと行けそうな。よっ。はい。あ、びっくりした。
真ん中はなんかありそうやけど何もないんだね。鍵が落ちてくるとか、うん、何もない。いやいや、びっくりした。ん？扉は閉まったけど、もう敵いないんですけど。ん？しかも動かせんよね、ここ。え、どういうことだ。え、どうやったら開くの、あっこ。にゃー！普通に忘れてしまうんですけど。この辺ももしかしたらなんか、いた。壊してったりとかせんといかんのかな。謎。とりあえずちょっと、そこのスイッチ。スイッチを踏むと扉が開く。いた！弓でそっち側から攻撃とかちょっとやめていただきたいな。はは、待って、あの君たちさ、君たちあの両方から来られると結構困るんだ私。よいしょ。はと、あ、こっち側行ける。痛い。やっぱり閉まるね。やっつけたところでって感じやし。これは関係ないか。あ、であっち側にも渡っていけそうにはない。ん？こっちに行けそう。あ、あっこに。痛い。ここに鍵があるっぽいけど、あれはブロックを動かしていけるのか。ん？動かせない。うん、動かせんね。ってことは、ここはまだ来ない。やっぱり矢が必要なんじゃないかなと思うんやけどね。ハートじゃないんかい。あ、危ない、ボタンを間違えよった。で、そこ右側いたんよね。ってことは、よいしょ、右側に行きたい。あー、やめて。また？ちょ、待って、私も体力少ないの。げ、見つかっちまった、しつこい野郎だぜ。これ定期的にさ、床にこの模様があって、あの色の位置が違うんよね。なんなんやろ、どこかしらなんかあるのかな。またあれでしょ、君。同じ方法でやられるんでしょ。この先別に行くような場所がなさそう。あ、ピッ。やっぱ攻撃を受けてよろめかせるっていうパターンなんかな。そんなこともなさげだな。振りかぶっとるときに、待って、私の体力。振りかぶっとるときに、攻撃を当てていけばいい感じか。はっ、これで冷静に分析していく。お、チェック賞かなわねんや。ここはひとまず退散する。なん、君いつまで出てくるの。もしやラスボスまで君ですか。そういうことじゃないの、違うの。てか、ちょい待って、あの、私今ね、体力ものすごいやばいんだ。にゃー、来ないでー。あ、やばい！ですよね、なると思ったんだ。あ、で、そこの階段行ってなかったっけ、私。ってことだ、階段に行こう。はい、行きます。あ、間違えた。まさかの水中に、あ、ちゃんと水中の敵も落とすんだね、アイテムを。あ、待って、これは上に上がらないといけないパターンな。よいしょ。あ、え、上まで上がってくるんかい、お前。ん？あー、飛んでくるやつ。君は丸腰。違った。やめてって。もう、炎まであるの嫌な感じやね。嫌な感じやね。うわ、動き回る。待って、
ダンスフロアですか、ここは。あ、戻れんくなった。扉が閉まったぜ。あ、開いた開いた。痛い痛い痛い。四つのろうそくが交わるところ、深く潜るべし。四つのろうそくが交わるところ、深く潜るべし。潜るような場所なんかあったかな？この先？ん？いやー。あ、ふざけんなよ、お前。いや、この先じゃなくて、今までに来たところっぽいね。ろうそくの炎が交わるとこ邪魔だよ。あれ？ないっすねー。どこでしょう？ここを進んで、行って、ん？この先のどこかかな？はい、怖い。この辺か？うい、びっくり。押し戻された。うい、危な。あー、痛い。あ、ここや。ここ深く潜ればいいんやね。オッケーオッケー。わかった。は。ゲッソー！クリボー盛る。ハート欲しい。めっちゃ浮かんでいく。しょ、戻ってきてしまったやん。あ、でもゲストはもうおらんのよね。行くぜ行くぜ行くぜ。うわ、びっくりした。急激に動かないで。よいしょ。あっこにおるクリボー。全然関係のないクリボー、超気になるけど。ここに出てきたけど、なんかああいうのってさ、フックショットとか引っ掛けられそうじゃない？で、あれは鍵なんよね。ちょ、ここのクリボー倒してみよう。関係ないかもやけど。よいしょ。はい、関係ない。体力回復しただけやったー。やばい。待てー。危な。めっちゃ危な。でもここに来て、矢がいっぱい手に入るってことは弓がいるんよね、きっと。ということなので、あれだわ、ちょ、にゃー、まあ、途中まで攻略はしたんだけれど、ここ多分だいぶ長くなりそうな感じが。矢を買いに行こう。よいしょ。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、まさかなんか中ボスと思っとったマスタースケルトン？なんかちょっと忘れたけど。忘れたけど。なんかあいつも2回も出てきたし、多分今後も出てくるよね。何回出てくるん？まだまだ中間まで行ってないってことか。だってワープポイント出てきてないもんね。やば。